です。はい。教祖小暮氏、いつも動画配信お疲れ様です。先日は質問に答えていただきありがとうございます。私はレフティーです。はい。先日のラウンドでアドレスしたとき左を向きすぎていることに気づきました。レフティーで左向きすぎ。はいはい。だから被ってるってこと。ああ。ドローヒッターのアドレスしたってことね、うん。左を向きすぎないルーティーンなどありましたら教えてください。また最近引っ掛けるミスが多いのですが、左を向きすぎることが原因でしょうか。うん、それはあるよね、長文で申し訳ありませんがよろしくお願いします。だから要は向きすぎないルーティーンかなんかありますか。トリッキー系になっちゃうよそれ。そんなだって勝手に自分の研究じゃんそれ。そうでしょ。僕はティーグラウンドをこういう風に見るんですよ。これほら床の面みたいに見て見るコースをティーグラウンドが5番の面にするんですよね。そしたらターゲットとボールをこう刺すじゃないですか。ピュッてまあでも横向きでもこうターゲットこの線に向かってまあ葉っぱとかそれがターゲットになって平そしたら1本の線ができるわけじゃないですかね。その線に対して何もっと質問されてるからお前ほんと A1 タイプだね。でその線に対してアドレスを仮想の線がもうあるから、うん、そこにアドレスする。そしたらもう平行じゃないですか。だから曲の言ったら僕がわけのわかんない方向向いてる時ないでしょ。僕がこれそこどこ向いてるってないでしょ。あ、ないないない。僕だから全部平行じゃないと気が済まないタイプだから。だからじゃあさ、うん、ボーリングの時どこから投げる。対角線で投げる。ただ右のピンだったら左から投げるし。いやいや全部揃ってる時だから真ん中より左側足、手が真ん中のイメージ、うん、で俺回転さすとかじゃなくてあんまボーリングもしないしイメージね。だから真ん中が右手のボールが手のラインが真ん中に来るよね。手が離れるところが真ん中ということは足はその左って感覚。何そのなんかその俺の感覚をなんかさ侮辱する。いや侮辱じゃない。面白いなと思ってさ、うん、これもう確実にそのフォースタンス言ったらあれが出てるわちゃんと。そう、うん、もうね全部こう平行とか縦横90度じゃなきゃ気が済まない。そういうことでしょ、うんうん、ああ分かる分かる。言ってください。分かる分かるでさ。いやお前のその感覚分かる。あそう、うん、俺は全然違う。だって宮下さんもハサミじゃじゃんなんだよこれ。いやだってドローなんでオープン。いやそうなんだ。いや違う。だから言ってんじゃん俺はもうフェーズの構えたところが、うん、打ち出しの角度なの。それが何だ B1 ってこと。いやそれは知らない俺でもボーリングのこと言ったら要はアドレスの入り方とか見ても、うん小暮とはやっぱ違うじゃん入り方。まあ真ん中まですっ飛ばすタイプですからね。俺はだからこういう感じなんだよ。どっちかって言ったら全部揃っててもここのはんはん天秤とあれに当てたいから斜めに取るの。はんはんはん。だからもう右から投げるイメージ。はいはい。で小暮はもうスパット通りに投げるって感じでしょ、うんうん、いやそれは見方で分かる。ボーリングの見方で分かる。まあ、だから小暮タイプだったらそういう。ああそっか、タイプが違うかもしれないから。だから僕はこう、うん、そうしてます。その平行ラインを作って、うん、まあ、ゴミとか葉っぱとか大体ね、クロスで見ちゃう人の大体が、うん、ほぼ5割以上の人が、うん、目標を例えば右打ちだったら左目で目標見ちゃう。そこまでどっち目で見るまで考えてるんですか、うん、そう。いやどっちかって言ったら左肩のラインで見ちゃう。そしたらクローズじゃん。クローズになっちゃう、自然に、うん、だ自分ではまっすぐ構えてるつもりがクローズになっちゃう、うん、これを直したいんだったら右肩に目をつけて右肩に目がついて右目がついてるぐらいの目だから右肩見るにはこうやって見るでしょ、うんうんうん、そしたらクローズには入らない。まあまあね、うん、これはもうポイントね、ポイント、うんうん、これ癖だからね、なかなか直しづらいところがあるけども、だからクローズで力が入るけど、うん、まっすぐ構えたら力入らないとかね、うん、あるんですよね、まあ、アドレスだからセットアップだから、うん、もうだからセットアップ、うん、このね、この篠宮さんみたいにちょっと違和感あるなって思ってる時点でやっぱり
あのいいスイングってできなくなっちゃう、振り切ってね、うんうん、あれってなるということだから、まあ、だからそういうあのポイントだけ言うとね、うん、あの基本的にはそうなりやすいって、クローズに構えやすい人は要は左目で見て左肩のラインで肩のアドレス取ったりとかする人が多い、うんうんうん、まあ全部全員が全員じゃないけど、そうですね、多いことは多い、うん、それを右肩に目を持ってくると、うん、自然とスッとこういうアドレスできるから、うん、あの右に向きすぎるってことはない、篠宮さんだったら左に向きすぎるってことはない、うんうん、逆になるのかな、うんうんうん、っていうポイントかな。それがあれだったら小暮みたいにきっちりこう、あの網の目みたいな線をもう常にどこでもイメージして、それにこうやってこうね合わせるっていうことをできればね、うん、ということでいいかな。はい、続きまして、小林智隆さんです、久しぶりの投稿になりますが聞いてください。1年5ヶ月前に会員権を買い、最初のハンデ17、その後ジャンガーチャンネルや他の YouTube を参考に分析したり、鉛調整、はい、カスタム、ジャンボさん巻き等を経て、うん、今月一気にハンデ10まで下がりました。すごい、これも競争宮下氏、トリッキー小暮氏のおかげです。おはようございます。トリッキー小暮氏言いたくじゃない。それで喜んでいいんですか。じゃあもういいんじゃないの、もうトリッキー小暮氏でも統一してもらおうか今度ね。ありがとうございます。さらにシングル目指して頑張りますと。いやだってもうあと すぐでもさ、それが壁ってやつわかんない、その辺は。まあこれあのあれでしょ、あのハンデ出すから、うん、あの5枚ぐらい出さなきゃいけないわけでしょ、うん、だからまあいろいろあるだろうけど、うん、話は変わりますが、体のケアについてですが、はい、肘の痛み、肩の痛み等最近ありまして、はい、慢性化してきてますと、うん、教祖宮下氏、トリッキー小暮氏はどのようなケアをしてますか。まあこれね、あのまた後々あのゴルファー障害のね、うん、こういうスイングするとこうなりやすいとか、うん、こういう痛めた時はこうやって直しましょうとかっていうのをやるけども、うん、今のところ、まあ、この質問で、うん、なんかケアしてますか。僕ですか。休む。まあね、それが一番なんだけどね、うん、でもだからやるとしたら僕だからたまに針行く。ああ、イメージは自然治癒力を高める。なんつうんだろう。で、そういうことだよね、お前はね。あそこ好きだもんね。うん、俺あんまりひどかったら、まあ、自分で針打つ。自分でさ、こうやってさ。自分で針打つか。自分で。っていうか、人に体触らせないですよね、皆さん。嫌だもん。だからさ。嫌だ。だからさ、ケアしてるんで質問ですかっつってさ、自分がそういう仕事してるんでさ、自分は何もしないじゃん。そんなことない。自分は針打つでしょ、自分で。だけど痛かったらね、うん、だから、あと行かないじゃん、どこにも。嫌なんですよね。いや、行かないじゃんっていう、まああんまり行かないね、そういえばね、うんうん、まあそういうあれもないけど、まあ痛かったらもうだからもうあのちょっとこう昔の体育会の残ってるから、うん、もう寝違えたらランニングして汗かけば治るとか、うん、もうそういう系も好きなの。そう、現実的なのも好きだけど。走ったら見たことないんだよ。いや走らないけど汗をかくとかね。へ、だから血行を良くするとか、ああああ、そういうのはやるけど、まあ基本的にもうちょっと痛めたらもうすぐ針打つ。針打つとかマッサージするとか、うん、ストレッチするとか、うん、ぐらいかな。でまあ後々このケアについて。いやいや俺ね、何だけす、俺もういつ言うのかなって。何とりあえずボルタレンでしょ。いやそれはゴルフしなきゃいけない時ね、試合で、うん、もうとりあえずボルタレンだもん、今日って。ボルタレンじゃないよ。え、ロキソニン、あのトラムセット。ボルタレンはね、強すぎるから嫌なんね。あれ、頭ボーッとするから。もう本当にキックリ腰とかの時はしょうがないけど、うん、基本的には。で、なんかね、前にね、ちょっと前に、トラムセットを飲むと尿酸値が上がりますよみたいなコメント来て、今日は飲みすぎは注意してくださいみたいなあったから、はいはい、なんかそんなのもあるらしいんで。あ、そっか、副作用だよね。うん、まあ、今のところ俺は大丈夫で、もう飲んでませんって言うと。ああ、はい。あ、でも、ちょっと待って。質問のあれでさ、うん、どのくらい痛いのかな。慢性化してきてます、だから。もうずっと慢、もう、あれな、痛みが続いてんの。だから、いや、待って、俺今さっき、僕だったら休むじゃないですか。うん、もう痛かったらもう何もしないで、打つのやめようとか。だけど、慢性化で休んでも治らない、慢性化だと。治りづらいだろうね。まあ、だからね、これもね、だから、やる。やるんだけど、要はもう
ここの 痛みにであの要は野球肘、うん、テニス肘かテニスエルボーと同じで、うん、あの肘の外が痛くなる人は、うん、こういう使い方してるから痛いんだとか、うんうん、そういうのがあるから、はいはい、それもやるよ。で直し方もだからこの質問はだからお楽しみに、まあ、お楽しみにっていうかケアはでもしてくださいね、うんまあ うん、でもどんなケアって俺いや、で別に俺らのケアだろ、うん、もうだからお前はたまに針でしょ、はい、俺は自分で針でしょということで、とりあえずいいかな。そうですね、針が僕好きなんですね、マッサージだね、うん、はい、続きまして、金大英さんです、いつも楽しい動画ありがとうございます。グリップについて教えてください、切り返しの時やインパクトの時に、うん、左手がずれたり当たり負けしてしまいますと。あ、そこでグリップの太さを変えれば治るものなのかと思い相談させていただきます、うん、現在使用が一番あとはテーラーメイドの M3 で、うん、スピーダのエボリューション4、うん、6S、うん、グリップは純正のまま使ってますと、うん、バックラインなし、うん、グローブサイズ22、うん、これちっちゃいね。ちっちゃいですね。でも分かんないですよ、でかくてきつい派もいるから。あ、ヘッドスピード48ぐらいで、はい、スイングテンポは早めだと思います、握り方は左手超ストロングの右手スクエア、うん、左手をスクエアに握っても切り返しでずれて打ち終わった後グリップを見てみると超ストロングになってます。俺みたいな一緒、ね、自分でぶっこみましたよ、うん、俺見て分かるだからなんだこうやって使いたいんです。そうなんですよ。そうなんだから俺スクエアに握るとオープンフェイスになってるね。でフックに握るとこうやって使うからスマンシャットになる。分かってんじゃないですか、うん、だからこれこういう握りが好きなんだ。綺麗な握りしろって言ったらスクエアに握れるんだけど、うん、同じ。そうですね。あ、フィニッシュ見たら、あ、何ねってなる、うんうん、この人一生で、うん、右手、そうか、超ストロングになってしまいます。グリップエンドギリギリぐらい、で持つ癖があります。あ、こちらのギリね、うんうんうん、はいはい、左手小指にはあまり力が入りません。入らない、うん、グリップ、スイング悪いのは分かってますがなかなか癖が治らず、うん、クラブカスタムに頼ろうかなと思います、うん、グリップは太くするべきなのでしょうか、うん、細くするべきなのでしょうか、バックラインを入れた方がいいのでしょうか、うん、教祖の小暮様よろしくお願いします。ちなみに僕も AP 通信です。お、あ、でもね、僕もね、むしろね、そういうの言われたら僕がやってあげたいですよ。こんなか、だから何本かこの握りどうですかみたいなのがあるから、これ握りやすいですかって言って。でもこうやって握ってフックになるってことは、うん、おそらく決まらないと思う。いや、決まらないんですけど、丸グリップの今純正だから、うん、でバックライン入れてあげると。入れてあげる。で、その太さもあとバックライン向きもあるから、バックラインで。だからそもそも多分この人グリップ決まってないの。そうだそうだ。だから一回バックラインで一番その何種類、極論言ったら5種類ぐらいあるから、5種類もまあ、というか、いっぱいあるんですけど、仮の5種類で、まあ、10曲で10種類でもいいですよ、まあ、そのグリップ決める前に、うん、多分この人自体のグリップが決まってないの。丸だからね、うん、丸グリップだから、こうやってストレートに握ってて、うん、あの終わった後フックになってるってことは、うん、本来もしかしたらフックの方が合ってるかもしれない、うん、フックでバックライン入れてもらった方が力入るかもしれない、うん、そうそうそう。だからそれをあの、ただクラブもう今5種類って言ったけど、まあ、曲10種類でもいいですよ。どれが一番握りやすいですかって、振った後に気持ちいいですかのグリップを探して探す。それこれでやるの一番分かりやすいじゃん。 俺らがいつも言ってんじゃん。これが、これができるのが一番動きやりやすいんだから。ちゃんとゆっくり説明してください。いや、だから、まあ、クラブ持ってさ、うん、クラブをこうやって持って、こうやってヘッドをこうやって落ちないヘッド、パンパンパンって効かせる、うん、この握りが一番力が入る握りなんだ、うん、それって握ってないじゃないですか。いやいや、握ってんの俺フックじゃん。いやもっとこうじゃん。いや、俺はこうよ。だからそのいや、こっちの方が俺はやりやすいよ。いや、綺麗に見せるだろ、分かってる。綺麗に見せる。俺はこれでもこうやってできるから。じゃあそれで俺はだからグリップ、変幻時代に変えちゃうよ。もうさ、だから、まあいいや。いや、だからこういうのやって、あの、それで一回だからバックラインを試してもらったものが、ね、バックライン入れる人も変なバックライン入れ方したらやたんなくなるんだって。だってそのまっすぐバックライン入れてくださいって言ったって人によって癖があるから。そのこと言ったらどこでもできないですけど、できないですけど、だからその何でしたっけ、工房の方とバックラインのことに対して
相談して、うん、ばっかり出てくださいとかじゃなくて、僕はこういう理由でこうだからグリップ変えたい、これ言ってね、そうこれ言って、でそのお話ししてクラブカスタムしてください、もうクラブばっかり出てくださいお願いしますって帰っちゃうと、もうそのまたそのなんだっけ、1枚巻いてぶって入れるんじゃなくて、その太くしたりとか、手が小さいんですけど太め試してどうですかじゃないですけど、俺太め試してもいいと思うんですよね、僕のちょっと感覚。あ、そう、だって純正の細いのしかやってないから、俺でも純正の方が握りやすいんだよね、だって一日ごと違うじゃん。うっせえなお前は。だから一応工房の人から相談持ってって、そうまた聞いてみて、まあこうやって動いちゃう人はバックライン作った方がもしかしたらいいかもしれない、しかもバックライン多めに出してくださいとか試しいんですよ。でも多分小指が握れないって言ってるでしょ、だから太すぎるとどうかなっていう感覚なの俺は。だから引っかかるとこがないからじゃない、だから引っ掛け方が違うんだ。ああ、そうそう、丸だから、うん、まあ難しいこれ、この人特に。だから仮想で話してますから、一回グリップも本当は見たいですよね、うん、左手がフックなら右手スクエアじゃないですか、うん、もうだからこういう感じになっちゃってるから、まあでもバックラインはありじゃないかっていうことでいいよね、ありに試してもね、試す価値はあるよね、はい、多分動いちゃうってこと、はい、っていうことで、まあいろいろ相談しながらやってくれたりね、はい、でいいかな。